This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は9月14日火曜日です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。8月の業界の状況判断指数が過去16ヶ月で最低となりました。新規感染者の減少で非常事態宣言が9月末以降に解除される見通しです。バンコクの観光再開は11月にずれ込む予定です。デーパは1万社の中小企業に技術サポートを行っています。日本から列車が寄贈されます。それではまず初めのニュースです。8月の業界の状況判断指数が過去16ヶ月で最低となりました。タイ工業連盟によりますと、8月のタイ業場判断指数は76.8 ポイントに落ち込み、過去16ヶ月における最低値を記録しました。指数が落ち込んだ要因としては、新型コロナウイルスの感染拡大、これに伴う制限措置の強化、反政府勢力が反政府デモを繰り返している政治的対立などとなっています。対業場判断指数は、対工業連盟が加盟企業を対象に、毎月実施している調査に基づいたもので、100ポイントを超えると業場が良い、100ポイントを下回ると業場が悪いとなっています。次のニュースです。新規感染者の減少で非常事態宣言が9月末以降に解除される見通しです。有効な新型コロナウイルス対策を講じるために発布されている非常事態宣言について、国家安全保障会議のナタポン事務局長はこのほど、新規感染者数が現在のペースで減少し続けた場合、9月末にも解除される可能性があると指摘しました。この件については、新型コロナウイルス感染症対策センターが最終決定を下すことになります。国家安全保障会議のオペレーションセンターの最高責任者であるナタポン事務局長は、非常事態宣言は新型コロナ問題を解決するために発布されたものだが、国民がこれを快く思っていないことは我々も分かっていると述べています。新型コロナウイルス感染症対策センターは、国民が感染拡大の抑止に非協力的であれば、1日あたりの新規感染者数が3万人にまで増加する恐れがあると警戒しています。10日に開かれた新型コロナウイルス感染症対策センターとの会議で、非常事態宣言と新型コロナウイルスの感染リスクが最も高いとされている29都県のダークレッドゾーンを対象とした夜間外出禁止令を9月末まで継続することが決定されています。一方、法律のエキスパートとして知られるウィサの副首相は、新型コロナ問題の解決に当たっている
新型コロナウイルス感染症対策センターの役割が非常事態宣言の解除に伴い、新型コロナ対策を司る新法の下で設置される新しい組織に引き継がれることになると説明しています。非常事態宣言は有効な新型コロナ対策を打ち出すために発布されたものですが、国民からの評判が高くなく、現在非常事態宣言と同様の効力を持つ法律の整備が進められています。伊佐の副首相によりますと、新型コロナウイルス感染症対策センターは非常事態宣言の下で設置されており、宣言が解除されれば存続する根拠を失うことになると説明しています。次のニュースです。バンコクの観光再開は11月にずれ込む予定です。タイは来月10月から人気の観光地で外国人観光客の受け入れを再開する予定です。これはワクチンの接種率が高くなることと、より多くの外国人観光客を引きつけ、新型コロナウイルスパンデミックの影響を受けた経済を復活させることができると期待されています。海外からの観光客を受け入れている南部プーケット県の観光再開プログラム、プーケットサンドボックスを見本に、10月1日から北部チェンマイ県のメーリム、ドイタオ、メーテン、東部チョンブリー県のパタヤ、南部パチュアップキリカン県のチャーム、そしてフアヒンで観光再開を計画しています。当初はこの計画にバンコクも含まれていましたが、バンコクの観光再開は11月1日まで延期する必要があると指摘されています。これはバンコクとの都民 70% が今月末までにワクチン接種を終える予定ですが、隣接する県での接種はまだ遅れており、 70% に達するのが10月末と予想されているためです。またビーチリゾートで有名なチャン島、クッド島など多くの観光地では10月中旬からの再開になると見られています。新型コロナウイルスパンデミックによる観光客の入国制限を終わらせる取り組みは、医療システムを圧迫しないレベルに感染を維持するウィズコロナ戦略の一環です。シンガポール、インドネシア、フィリピンなど多くの国は経済を保護し、経済悪化の影響を最小限に抑えるために、新型コロナの変異種などにも対処する政策を調整し続けています。プライト首相にとって観光の復活は、新型コロナ感染拡大の前の年である2019年の国内総生産の約5分の1まで落ち込んだ経済を立て直すために最優先事項となっています。次のニュースです。デーパは1万社の中小企業に技術サポートを行っています。デジタルエコノミックプロモーションエージェンシー、通称デーパは、地方の村や生鮮市場など約1万社の中小企業が技術ソリューションを導入する支援を行っており、新型コロナウイルスパンデミックの中でも企業の能力を向上させることを目指しています。デーパは昨年、バンコクとパホニョティン通りの小さな会社に技術サポートを行い、小規模及び非公式企業向けのスマートエコノミー化を進めています。技術サポートは今年、ノンタブリー県、シンブリー県、ロブリー県、ナコンサワン県、ナコンパトム県、サムットプラカン県など6つの県に拡大されました。昨年、2000を超える小さな企業がデーパがサポートする技術ソリューションを採用しました。これにより業務と販売が合理化されました。デーパのナタポン社長は、この支援プログラムは地方の新興企業によって開発された技術を中小企業向けに幅広く紹介し、デジタルソリューションを提供することだと述べています。使用期間中は無料で提供されますが、長期的には使用料が発生します。さらに1万社の企業へ今年末までに支援を提供することを目標としており、来年にはその数は6万5000社まで増やす予定です。デーパが提供する技術ソリューションにかかる費用は1社わずか1500バーツです。デーパは政府のデジタルトランスフォーメーション政策に従って、地方コミュニティでのデジタル技術導入を促進させています。このプログラムは3年間実施され、これまでに234カ所の村を支援してきました。今年末までに全国で合わせて300カ所の村が
このプログラムの支援の対象となっています。資金はデーパのデジタルトランスフォーメーションファンドによって提供されています。地方コミュニティ内の中小企業とショップ5492社が e コマースプラットフォームや POS ツールなどデジタルテクノロジープラットフォームを採用しています。このプログラムでは年間約1万人を対象としたデジタルスキルトレーニングも実施しています。2018年以降デーパはデジタルトランスフォーメーションファンドからの資金援助を受け900の開発プロジェクトを実施しています。プロジェクトからは200億バーツ以上の経済的効果が生み出されたと見られています。次のニュースです。日本から列車が寄贈されます。タイ国有鉄道は日本から寄贈された列車は良好な状態にあると強調し、一部で走れない中古列車を譲り受けたとの批判を否定しました。タイ国有鉄道は日本から寄贈された列車はキハ183系気動車のディーゼル列車で17両すべて無料であるものの、輸送費の4250万バーツはタイが支払う必要があると説明しています。タイ国有鉄道は日本から寄贈された17両のディーゼル車の検査結果を発表しました。2016年に運行が終了したキハ183系気動車は今回日本の鉄道事業者であるJR 北海道から寄付されるもので、輸送費と改装費はタイ国有鉄道が負担するとしています。タイ国有鉄道のエカラット広報ディレクターは10日、タイ国有鉄道が列車が到着した時検査と改修を行い安全を確保した上でタイでの観光列車として運行させる予定を明らかにしました。タイ国有鉄道は2018年10月の初めにも日本から10両の列車を受け取っています。これらの車両は観光車両として機能するよう改装され運行しています。来年運行予定の列車は数客車3両のほか、ファミリー車両、レクリエーション車両など観光列車として運行する予定で、走るエリアの特徴を反映しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。8月の業界の状況判断指数が過去16ヶ月で最低となりました。新規感染者の減少で非常事態宣言が9月以降に解除される見通しです。バンコクの観光再開は11月にずれ込む予定です。デーパは1万社の中小企業に技術サポートを行っています。日本から列車が寄贈されます。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.